はい、去る日曜日21日に能登半島地震の被災地を訪問してまいりました。輪島市、穴水町、内灘町の3自治体、また県庁にも訪ねて知事とに報告をさせていただきました。それらの概要について、感想も含めて、お話ししたいと思います。まず能登半島地震で98人が亡くなった輪島市を訪問いたしました。ここでは甚大な被害の実情というものを目の当たりにいたしました。県道1号線七尾輪島線を通っていきましたけれども、輪島市に入ってから至る所で土砂崩れが起きて、通行止め、迂回をせざるを得ないところもありましたし、また山頂の頂からもう山津波とも言うべき大規模な土砂崩れが一ノ瀬地区で起きており、裾野にあった住宅が飲み込まれて被害に遭っていると、そういうところも見ました。それらを経て市街地に入ったわけですが、市街地は至るところで液状化の被害が出ておりました。例えば路面からマンホールが突き出ている場面、あるいは電線を地中化している、その埋めた管の点検口がやはり突き出ていると、建物の崩壊、特に木造家屋の崩壊状況、倒壊状況は非常に厳しい状況、多数の住宅が被害に遭っているという状況でした。また市役所を訪れましたけれども、市役所の建物自体がエントランスと敷石がめくれ上がり、段差ができ液状化の被害に遭っていると、そんな状況で、輪島市は格別に被害が厳しいなということが一見して見て取れました。その道路や家屋、住民生活の被災状況を調査するとともに、亡くなられた方々のご冥福を街頭で祈らせていただきました。またいくつかの避難所を回り、被災者、避難者の方々の声も伺いました。輪島市では市役所を訪れて市長と懇談させていただきましたが、市内の家屋4割から5割は全壊ではないかと、こう指摘をしていました。いわゆる倒壊戸数が報道等で報告され、政府からも発表されておりますけれども、これは人の住んでいる住居の数でありまして、実際にはですね、敷地の広いお宅にはその他の納屋ですとか作業所、蔵などいろいろな付属建物があります。むしろそちらの方が倒れていると、倒壊しているということも多いわけですから、いわゆる建物の不動産登記をしているという建物の数でカウントしていくと、さらに膨大な数字になるのではないかと、そう感じました。これは後にそうした建物を最終的に撤去して建て直すとか、あるいは撤去した後のがれきを処理するとかということを考えたときに、こうした建物の倒壊もきちんと把握しておかなければ、そうした見通しも立てづらくなるのではないかと、そう感じたところであります。また輪島市内は全戸上下水道とも断水状態、ほぼ全戸断水状態だという報告であります。これらライフラインを復旧していくためには、マンパワーが圧倒的に不足しているというのが現状だと思います。それから輪島市の伝統産業は輪島塗り、そしてまた朝市など、それら伝統工芸を生かしたまちづくりや観光資源化ということが地場産業として確立してきていたわけでありますが、最もその中心となる朝市の市街地が
地震で、被害に遭い、さらに火災によって、200戸近い建物が焼失したという厳しい状況でありました。また輪島市では造り酒屋も能登陶磁というのは全国四大陶磁の有名なところでありますが、そういう造り酒屋も11酒造全部被害に遭って壊滅的な状況ということでもありました。こうした地域の観光資源なりわいを再生するのも大変困難な課題があると感じた次第です。しかし避難されている方、あるいはそうした仕事に従事してきた方々は、ぜひとも復興したいと、そういう強い思いがあると感じます。特にその朝市の通りを歩いてた時には、かろうじて残った建物のに住んでいる方が出てこられてですね、我々に対して、ぜひ助けてもらいたいと、頑張ってもらいたいと、そういう声をかけてくださった方もいらっしゃいました。そうした意味で当面のこの避難生活を維持する、そして復旧につなげる、さらにはなりわいの再生につなげると、こうした見通しを作っていくことが重要だということを実感いたしました。それと福祉避難所が障害者の方々の施設を中心に、いざこうした災害に対して避難所として運営できるようにということで指定がなされているわけでありますけれども、実際にはもうそこで作業に当たる方自体が被災をしておりますので、なかなか福祉避難所として指定されたものが全て機能しているわけではありません。その中で社会福祉法人物資園が運営する福祉避難所がですね、災害青年海外協力協会、いわゆるジョカ、つまり海外協力隊の経験者で国内に戻った人がボランティア活動を行っている団体でありますが、そうした共同で運営をしている福祉避難所が市役所の中に一室を借りて福祉避難所として使っているというところも見ました。障害を持った方々、高齢者などがそこに数十人避難しておりまして、暖房のベッド、パーティションの仕切りなどもしっかりあり、支援がなされていたという状況であります。で、またそのすぐ近くにもともとの福祉施設である輪島カブーレというところ、これも社会福祉法人物資園が運営している施設でありますけれども、ここでは要配慮者に天然の温泉が出るので、ここを要配慮者に提供して、食事も提供して、使われているという状況でした。初動の時は止まっていたわけでありますが、今そうした温泉施設が復活をしてですね、公共の上下水道は断水しているにもかかわらず、湧き出る温泉はその温泉として利用できるということで、要配慮者のに実際に提供しているところで、とても気持ちよさそうに入浴をされていらっしゃいました。でここはもともとそのオープンな開放的な運営姿勢を取っているところで、近隣住民の方がですね、登録をしてその温泉に日常的に自由に入れると、そういう取り組みをしてきたんですね。今災害でその近隣の住民の方々は避難していらっしゃいますけれども、いずれお風呂に入りたいという方はここへ来て入ることができると、そして、くつろいだり何か集会を開いたりというスペースもあり、また飲食もできるスペースもあるということで、
厳しい被災状況の中で、まあ、本当に、オアシスのようなスポットになっていると感じました。でここの施設の運営者は青年海外協力協会の人とともに、この地域のこれまで取ってきたコミュニティのあり方、これをそのまま復活できるように、今避難している近隣住民の方の代表の人たちとどう復興するかと、コミュニティを再生するかということをすでにいろいろ話し合っている。で、単に倒れた建物を建て替えれば建て直せばいいということではなくて、その前に災害の以前にあったこのオープンなコミュニティの形態、こういうものを再生できるように今からいろいろと協議をしていると。それができるような支援を政府や自治体に求めていきたいと、こういうお話でありました。非常に印象的でありました。それから穴水町に移りまして、避難所になっている公民館、いわゆる公民館の爽やか交流館プルートという施設を訪問いたしました。吉村光輝町長の案内で居合わせた避難者の方々とお言葉を交わしたり、あるいは職員を激励させていただきました。中には海外から来たボランティアの支援をする方々もチームとして頑張っていらっしゃいました。また高齢者の中にはですね、やっぱり我々の訪問で、本当に涙を流して、その安堵感を表現するようなお年寄りもいらっしゃいました。それだけ、やはりこの孤立感と見通しのない不安の中で、我々が言ったことに対するその気持ちが現れたのではないかとこう思いましたけれども、非常に過酷な避難所ではそうではない対応が見られる場合もあり得るわけでありますけれども、しかし、まあ、ここで避難している方々はですね、おおむね、非常に喜ばれて、もうさらに我々がですね、皆さん頑張ってと、かえって我々が激励をされるようなね、で、そういう場面で、ありました。それからもう一箇所は内灘町、これは金沢市の近郊隣町でありまして、海岸部に沿った町であります。でもともと町づくりが河北型という片子の周辺を埋め立てたり干拓をしたりしながら整備した町という作り方でありましたが、その一角が液状化の被害を受けている。で地形的に海岸から吹き寄せる風で砂が、高く降り積もった丘のようなものがやはり海岸に沿ってできているわけですが、そのさらに内陸側が低地になって片子ができているわけですね。で、それを干拓埋め立てて集落を形成している。その高い土手に沿った道にがそっくり液状化して、まあ、地盤がこうずれていると。そこにあった県道や町道やその周辺の住宅、学校などがもうズタズタに壊れていると。例えば電柱がですね、もう半分以上地中に埋まっているとか、車庫にあった車が車ごともうフロントガラスのあたりまで砂で埋まってしまっている。学校の土台がですね、その底の地盤がもう液状化で土が失われて
それこそ50センチ以上隙間が空いてしまっている。この学校は西新屋小学校というところですが、当面閉校ということで、児童は隣の学校で学ぶことになったという状況でありました。被災者の方から、内灘町のこの内灘町のこの液状化被害はこれだけ過酷なのに忘れられている被災地になっていると、もっと助けてほしいと、町長や関係者の話だと、もうこの現状ではここにまた再び居住することは難しいのではないかと、ぜひとも仮設住宅を早く建ててもらいたいと、こういう要望でありましたけれども、実際には仮設住宅がまだ着工もされていないという現実でありまして、これをしっかり対応して住民に希望が湧くような取り組みが必要だなと思った次第です。最後に県庁を訪れて長谷知事と面会をいたしました。現場で見た状況を報告する、特にインフラの復旧について早く見通しを示していくことが重要だと、特に上下水道が止まっているところについてはまずそのお風呂に入りたいとか洗濯をしたいという避難者の要望が多数あるわけですね。しかしまあお風呂は自衛隊が供給したり、いろんな対応で努めていますけれども、この洗濯したいということはやはり着替えが十分じゃないと、下着とかですね、そういうところの困難さが洗濯をしたいという要望に表れているわけで、もっときめ細かな対応が必要だなと。例えば下着をどれだけ、下着類をどれだけストックで送りましたと言っても、それが本当に避難者、個々の避難者、必要とする人たちにちゃんと届いているかどうか、しかも毎日のことでありますから、例えば汚れたものを着替えるという時にその必要に応じて繰り返し繰り返し供給できるようになっているかどうか、それがないから選択したい、だけどもできないという悩みの声になっているのではないかと思いました。それから仮設トイレがたくさん設置されているわけですけれども、私も一部使わせていただきましたけれども、和式のものもあるわけですね。しかも階段で数段登って入ってまた降りると、中は狭いということですから、まあ、高齢者の方もですね、非常に使いづらいのではないかと、またそういう声も実際にありました。政府側には洋式のトイレ、あるいは座って用を足せるような装置をつけて使えるようにという要望もいたしましたけれども、もともとこの発想がですね、緊急に対応できるという意味では仮設トイレは重要なんですけれども、例えばですよ、工事現場で屈強な、ね、作業をする人が使う仕様を想定しているとしたら、こうした避難で特に高齢者が多い、女性が多い、子どもがいる、まあ、そういうところで使うことを想定した仕様のものということを、ね、用意していく必要があるのではないかと思います。中にはトイレトレーラーという1台のバスのような大型車の中にトイレが3つとか4つとかついている、そういう車両も供給されていますけれど、まだまだ台数がとても足りません。まあ、そういう細かな点でありますけれども、今後の教訓とすべき部分があるのではないかと、このように思いました。で、これからはこの避難している方が避難生活がですね、先どうなるかというわからない不安というのに皆さん陥っていると、またより募っていくのではないかと思います。例えば水道ですと、つい
2、3日前に復旧の見込みというのが示されましたけれども、早くて2月、大半は3月、例えば七尾市などは最終的には4月になってしまうと、まあ、こういう見通しが示されました。何もないよりはいいんですけれども、もっと早くならないものかと、ここが見通しがつかないと、それこそ仮設住宅もですね、水を供給することに困難をきたすわけですね。避難所も今の緊急の応急の体制がずっと続いていくという不安を持つと思うし、また自宅を修理したい、建て替えたいということもすぐには手を打てないということにもなってしまう。ですからこのライフライン、特に上下水道の復旧ということは急がれるというふうに実感をいたしました。でそのことも含めて、なりわいのことも含めて、それぞれの地域に応じて今避難している方がこれからいつごろどう復旧していくかという展望、見通し、ここをできるだけ示してあげる。正確にその通りはできないにしても、その進捗状況を追いかけながら、そのきちんと情報を伝えてあげる、そうしたことが不安を和らげる、あるいは希望につながるということになっていくのではないかと思います。二次避難が大事だということをお話しして、市長さんは説得に当たっているとおっしゃっていましたけど、やっぱり二次避難してその先どうなるんだということがよくわからないがためにですね、離れるのは嫌だと、残りたいと、これは自分の住んでいるところに対する愛着とともに、また先の見えない不安の裏返しでもあるのではないかなという感じがいたしました。これからの復興の過程で、復旧の過程で、しっかり見通しを早く示してあげる、ここが重要なポイントだと思います。また観光地、拠点となる観光地がいくつかありますから、ここが働く人たちのなりわいの再生とともに、観光客が安心して来れるような、そうした復興ということも重要になっていくと思います。ここには大きな資金需要というものもありますので、コロナの状況下でただでさえ苦しんできましたから、企業債務との調整も含めて、こうした復興のための資金供給のあり方ということも、これから重要な課題になるだろうと思います。その他取り留めのない感想でありましたけれども、以上申し上げた次第であります。これから前日20日には珠洲能登町方面にも災害対策本部大口さんを中心に調査視察をしておりますので、それら20日21日の調査結果をまとめて、本日午後政府に第2次の緊急要望を公明党からさせていただきます。これからも地方議員との連携を密にしながら、被災者被災地に寄り添った支援が続けられるように全力を尽くしてまいるつもりであります。以上であります。はい、それではこれより質疑応答といたします。ご質問のある方は挙手をお願いいたします。それでは毎日新聞、毎日新聞の竹内です。はい、自民党の政治刷新本部についてお伺いします。はい、自民党は昨日の会合で党改革の中間取りまとめの原案を示しました。いわゆる派閥の解消としたものの、派閥から真の政策集団へと明記していまして、政策集団という名での派閥の存続を事実上容認する内容となっています。派閥の存続を含め、自民党の中間取りまとめの原案をどのように代表強化してますでしょうか。派閥、いわゆる派閥、あるいは政策集団を作って資金を集めたり、いろいろな活動をしているというのは自民党の特有の取り組みであります。今回その派閥の資金パーティーが事件化したわけでありますので、これに対するきちんと総括をして、国民に説明責任を果たして、その上で再発防止のためにどうするかと
という取り組みが大切だと思います。そういう視点に立った上で今後派閥政策集団をどうしていくかということは自民党自身がしっかり国民の批判や期待に応えられるように議論を尽くしていくべきだと思います。中間取りまとめを発表するとおっしゃっておりますので、いろんな意見が出ている中でありますので、これ以上の言及は控えたいと思いますけれども、そうした国民の関心や疑問にきちんと答えていく、厳しい批判に答えていく、その上で信頼を回復できるような取り組みを期待したいと思います。はい、では次の方いかがでしょうか。日本テレビ西山です。はい、世論調査の結果について伺います。はい、弊社と読売新聞が合同で行った1月の世論調査では岸田内閣の支持率が 24% と発足以来最低タイの数字となっています。この受け止めと国民からの信頼回復のために政権与党としてどう取り組んでいくか、具体用の考えをお聞かせください。何が 24% ですって。岸田内閣の支持率、支持率ですか。はい、はい、支持率は低迷し、なお事件の刑事処分が行われましたので、それに対する見方も相まって非常に厳しい状況だと思います。岸田派の元会計責任者も処罰の対象となりました。略式起訴ということになりました。でそれを受けて岸田総理自身が自らの派閥を解消すると検討するという方向を打ち出されたわけでありますが、それにもかかわらず、一定の評価あるものの支持率の上昇には必ずしも結びついていないようにも思います。国民の厳しい見方、どこを注目しているのかということを真摯に受け止めながら、これからの政治刷新本部でしっかりと信頼を回復できる取り組みの結果を示していただきたいと思います。はい、では次のご質問いかがでしょうか。NHK の佐々木です。関連してお伺いいたしますが、岸田派、安倍派、二階派が派閥を解消することを方針として決めた形になってますけれども、この決定については、総理はけじめというふうにもおっしゃっていましたが、代表の目から見てどのように見ていらっしゃいますか。派閥や政策集団をどうするかというのはまだ議論中のテーマでしょうから、これは国民の信頼回復にどう結びつけるかという観点で議論を尽くしていただきたいと思います。今のところ派閥を解消したというところと存続したいというところと分かれているようでありますけれども、これが国民にどう受け止められるかということを真摯に見極めて、信頼回復に結びつくあり方を作り上げていただきたいと思います。一方で先ほど世論調査の言及がありましたけれども、メディアがさまざまな世論調査をされておりますけれども、派閥のあり方や解散の是非ということもさることながら、やはり国民の関心はですね、今回のような事件の再発を防止すると、そのためには政治資金の透明化をしっかり図っていくということと、またルールに違反した者には厳罰を加えると、こうした方向を望んでいるのが圧倒的であります。どの世論調査でも圧倒的であります。ですからそこに対する答えを出していくということが、この政治の側に課せられた責務であり、これは与党も野党も問わず共に同じルールの土俵を作るという意味で与野党に投げられた課題であり、とりわけ事件化した自民党の責任も重いと思いますので、それにふさわしい結果を導いていく議論が必要だと思います。これから政治とお金についても週明け29日に予算の集中審議
を開きたいという方向でありますので、